えー、こんにちは。今回はね、止まるという感じでメッセージお届けしようかと思います。まあ、この止まるっていう感じはちょっと立ち止まって自分の頭で考えてみようよっていうメッセージが込められているんですけどもあの思考停止っていう言葉、よく使われると思いますけどもこの思考停止って言葉はね、実は思考停止っていう言葉に気づいた人が初めて使い出しているってことがあるんですよ。じゃあ、いろんな経験をもとに自分の内側から 思考停止という言葉を編み出した方っていますかねってことなんですよ多分誰かが思考停止だって言ってるのを見ておこの言葉いいなと思って使い始めたと思うんですよつまりこれはね検索の結果とも言ってもいいんですよだから自分の頭の中から新しい概念とか新しい造語を作り出してそれを自分で使うことによってあその言葉使いやすいよねっていうふうに周りに影響を与えてそれが一般化していくっていうねうねりを作っていくことができるかどうかっていうのが自分の内側から 何かね、えー、編み出したかどうかっていうことをつまり自分の頭で考えたことかどうかってことなんですよで私の速化塾の中には例えばね「あの受信力」っていう言葉がありますけどもこの「受信力」っていう言葉っていうのは非常に3文字なんですけども多くのメッセージを伝えるのに非常に便利な言葉なんですよ転じてこの言葉私の元から離れていろんな方が使うようになりましたで受信力っていう言葉を見ただけで意味が分かりやすいのでこれ使いやすいんですよねでこういった、 そっかじくの中で作り出した短いけどもパワーワードっていうのがたくさんあってですねこれは全て私が作ったわけなんですよ私が気づいたんですよ私が編み出したんですよどっかの本に書いてあったから検索の結果にあったからっていうものはほとんど使わませ使いませんしあえて私は使わないようにしてるんで検索にかけたい時だけ思考停止みたいなね概念化した言葉一般化した言葉を使うことがありますけども私がそっかじの中で話す言葉っていうのはん それってどういう意味ですかって聞き返されるような言葉ばっかり使ってるんですよね。で、聞き返した後に説明をすると、あ、なるほど、使いやすいな、分かりやすいなって言葉で広まっていくと。その一番筆頭が速回軸っていう言葉なんですよね。 この中にいろんなイメージや先入観が入っていって速化塾っていうのは何なんだろうなと思って問い合わせが来るというねそんなスタンスなんですよねだから速化塾っていう速化力とか受信力っていう言葉を検索したところで出てこないわけなんですよ検索しても出てこないけども人生に必要な言葉こういうのをねこれからも編み出していこうかと思いますまそれにしても吉田さんは、ね、いつもいい例えをしますよねまさにこのやり取りっていうのはトレーニングになってるわけですけどもえ受験に合格するために受験の合格率を上げるためにステップ1参考書を買います 参考書を学びます実践しますこれで合格率落ちますかって話なんですよねでも多くの方は参考書も買わないし買っても買った止まりで実践しないし実践止まりで実際にそれを活用しないしって感じで全然ねまさに思考停止の,の止まり口に入ってしまうわけなんですよ買ったら安心やったら安心なんですよねそうではないと 買うここととにによよっって、てて、そそしてそれを実践することによって自分の内側の声にどういうふうに答えてきたかっていうことが大事なんですよねえそしてどこに検索しても載ってないような自分だけの疑問に答えてくれる方にやっぱりね会っていかないといけないとその一つがまあそっかちくてありドリームアカデミアなんじゃないかなと思いますそれはね検索しても出てこない答えに答えてくれる人がいるってことなんですよつまり やっぱり頭で考える人と直接つながらなければ、うん、一歩二歩進むことはできないのかなつまりそこに立ち止まり続けることなんじゃないかなと思いますけどもいかがでしょうか